みんなお疲れ様。なんだか今日、すごく気合入ってるね。うん。音が弾んでた。何かあったの？昨日のライブ、いつもより手応えがあったんだ。私たち、ちゃんと上手くなれてるんだなって思って。まあ、みんな毎日練習してるし、ライブにも慣れてきたからね。しほちゃんが1日3回褒めてくれたら、私もっともっと上手くなると思います。はいはい。さきちゃんってば。でも上手くなれてるって実感はあるけど、まだ足りないところも多いから、もっと練習しないと。それで次のライブでは少しでもお客さんの心に響くような演奏をしたいな。うん、そうだね。うんうん、2曲目のオリジナル曲も次のライブで演奏したいな。それって初ライブの後にいちかが歌詞を書いてたやつ？まだメロを考えてる途中じゃなかったっけ？実はね、じゃじゃーん、昨日ライブの後に思いついちゃったから、たくさん考えてきたんだ。へえ、さっきやるじゃん。でも1日でこんなに？もしかして徹夜で仕上げてきた？ちゃんと休んできたよ。はなちゃんからも無理しちゃダメって言われてるし、こんな曲もどうかなって考えてたら、いつの間にかいっぱいできてたんだ。すごいね、さきちゃん。今の気持ちを書いてみたいって思って、前のライブでいっちゃんが言ってたのと一緒かもね。さき、そっか、同じ気持ちで作ったメロならきっとこの詩にも合うね。うん、ねえさきちゃん、聞かせてくれない？もちろん。じゃあまず1つ目からいくね。どうかな。私は1つ目が好きだな。歌いやすくて詩にも合ってると思う。うん、さきちゃんのワクワクしてる気持ちが伝わってきたよね。いいんじゃない、ライブでやったら盛り上がりそうだし、一つ目で進めようか。やったー。よかったわね。2曲目もいいものができそうだね。うん、次のライブでお客さんに聞いてもらおう。でも次のライブまでに間に合うかな。そうだね、それぞれのパートを詰めながら譜面に起こして、その後練習に移るから、聞かせられるレベルにするためにはかなり練習しないと厳しいかもね。そっか。でもライブで同じ曲ばかりやってたから、次のタイミングで新曲を出したい気持ちはわかるな。ねえみんな、次のライブまでのスケジュール私が立ててみてもいいかな。え？1曲目を完成させて、練習からライブまでどれくらい時間がかかったのかは覚えてるから、大体のスケジュールならわかると思うの。本当？ほなちゃんすごい。うん、助かる。やってみてもらっていい？少し待っててね。じゃあそれまで休憩してようか。はーい。じゃありんちゃんとおしゃべりしようっと。この前おすすめの曲教えてって言われたから。って、あれ、りんちゃん？そういえば今日見てないね。どこかに行ってるのかな。ああ、リンナが新メンバーを案内して回ってるよ。新メンバー？みんな、ただいま。あ、リッチーたち来てるじゃん。リンちゃん、お帰りなさい。隣にいるのって、もしかして。
君たちが思いの持ち主か。俺が片峰蓮、よろしくな。蓮くん？ああ、この間からミクたちのバンドに参加してるんだ。よろしく。私よりも遅れてきたからちょっとだけ私の後輩だね。あのな、凛の後輩とかありえないだろ。いいじゃんいいじゃん、私の先輩って呼ばれたいし。その理論からいくとカイトも凛の後輩になりそうだけどね。ああ、確かにそうね。後輩カイト兄は、ほらカイト兄だから。なんだよそれ。楽しそうだね。また世界が賑やかになったね。そういえば、いつかたちライブやってるんだって？うん、まだ出始めたばかりだけどね。次のライブは新曲も出したいねって話してたんだ。わ、リッチーが歌詞を書いてたやつだよね。もうできたんだ。できたっていうか、これから仕上げるんだけどね。うん、次のライブで披露したいんだけど、本当にできるのかどうかコナミにスケジュールを見てもらってるんだ。へえ、スケジュールか。コナミすごいじゃん。しっかりしてるんだな。え、そんなことないよ。これくらいしかみんなの力になれそうなことはできないから。これくらいってかなり助かるけどね。そうそう、それにリンには絶対できないやつだしさ。なんで私？もうリンだってできないでしょ。あっはは、怒るなって。みんなスケジュール出してみたよ。ありがとう、ほなちゃん。どうだった？今日からいつもの練習と並行して1日1時間詰めていければ3日後くらいには完成できると思う。その後はみんなで練習しながら調整かな。前は2週間くらい時間が必要だったから今回もそのくらい取ってるんだけど。おお、すごい具体的になった。今までなんとなくで進めてたけど、こうしてスケジュールが見えてくると何をすればいいのか分かってくるね。うんうん、あとはこのスケジュール通りにやれば。あ、でも私金曜日は委員会があるんだった。私もバイトに出なきゃいけない日は早めに帰らないといけないかな。それならちょっと調整してみるよ。みんなの予定教えてくれる？ありがとう、ほなちゃん。今週なんだけど。よし、できた。ライブは来月って聞いてたし、スケジュールを見た時は余裕あるかもって思ったけど。みんなが練習できない日を外してみると結構ギリギリだね。うん、新曲をやらない前提だったらスケジュールは問題ないんだけどね。どこか削れないかな。私個人練も頑張ってやるし。私も。二人とも気持ちはわかるけど、ちゃんとできるスケジュールにしないと後で困っちゃうよ。そうだね、無理しても意味ないから今のスケジュールで考えるしかないよ。じゃあやっぱり新曲は諦めるしかないのかな。でもせっかく二人が頑張って作ってるんだし、早くお客さんに聞かせたいよね。しほちゃん、できるだけやってみる？ありがとう、しほちゃん。私すっごく頑張る。
から。無理はダメだからね。みんな、すごくモチベ上がってる。次のライブまでに新曲も完成させたいし、音楽をやる楽しさをもっとみんなに知ってほしい。でも、このスケジュールだと、チケットノルマのために時間を割くよりも、練習に当ててもらった方が良さそうだな。私が、やるしかないか。